just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. ダイナチャンネル。ダイナチャンネルの高橋ダイナです。そして親友の英子さんです。おはようございます。おはようございます。ドキドキ。はい。実は今日私は銀座にある A クリニックさんで整形をします。これから整形はい整形をします。整形なの？はい整形をします。はい、あのちょっとさ、去年さリフトアップするしないって言ってたじゃない、はい、で日よって結局しなかったじゃない、はい、それをねちょっと50歳を迎えたのでもうやっちゃおうと思いまして、やるのは糸リフトだけじゃなくて切開をする、切開をして糸リフトするみたいな、すごいことになってますね去年の話より、はい、でそれもなぜやろうと思ったかっていうと、あの切開するっていうと結構大掛かりな、そう大変なイメージがあるんだけど、なんか傷跡も目立たないしダウンタイムすごい短いっていうのと足が必要ないのよ。このさ気になるっていうのはさ、やっぱこの、まあね、ブルドックっていうかたるんで、ここが気になってるからこう上げたいのよ、ね、うん、というわけで、はい、今日決断をして綺麗な50歳に50代になろうと、そして元男性だというところをこう払拭できるぐらい失礼なことを ね最近あのおじさん身が強くなっているっていう声も多くなっていたので、ここは綺麗になってリフトアップして返り咲こうと思っておりますので、はい、すごい楽しみ、うん、ダイナチャンネル。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。A クリニックの医師の三橋です。よろしくお願いします。お願いします。ダイナ様、どのあたりが気になりますでしょうか。まあ、なんかあの、加齢とともに、うん、まあ、黙ってると怒ってるのとか、はい、いっぱい寝たのに疲れてるのって言われることがちょっと最近多くなってきていて、本当ですか、はい、で割とこう下向くと、うん、この辺がこうもたついてきたりとかしているんですね。で、うん、顔が四角くなってきてるっていうのと、うん、普段すっぴんで過ごしているので、はい、YouTube のコメントとかでおじさん味が強くなってきたっていうコメント言われたりとかするの で、はい、もう多分ここのたるみとかが引き上げたらもっと綺麗に若々しくなれるのかなと思ってるんですけど、そうですね、まあ、確かにこの口横のあたりですねちょっともたつきございますので、糸リフトっていうのは基本的に上方向にグンと引き上げるものになるんですね、うん、でたるみ切開、皮膚を切り取るってなるとこっち方向、横方向にグッと引き上げるものになりますので、まあ、当院の遠視器たるみ切開だと横方向と上方向両方にグッと引き上げて斜め上にグッと引き上げるような形ですね、うん、まあ、これだけでもかなり綺麗になるとは思うんですけど、ちょっとこの辺りのボリュームですね、うん、もう皮膚のたるみ以外にも脂肪のボリューム感ございますので、うん、このジョールファットっていう部分ですね、下向くとこう垂れ下がっちゃう部分のボリュームですとか、うんうんうん、あとフェイスラインのこちらのボリュームもございますので、この辺りの脂肪も取ってあげた方がよりシュッとした輪郭に、うん、見えると思いますので、脂肪もどうしますか、取りますか。あ、なんかでも脂肪吸引って初めてなんですけど、はい、その今回たるみ切開は、はい、ダウンタイムが少ないとか、うん、抜歯が必要ないっていうメリットがあるって聞いたんですけど、はい、そうですね、その辺がちょっとダウンタイム伸びちゃうんじゃないかなとかって不安なんですけど、そうです、不安ですよね、うん、あ、そこはもうご安心ください、はい、当院はもう小顔専門クリニックですので、すごく脂肪吸引の症例数はすごく多いんですね、うん、で当院脂肪吸引のメニューでワンデー小顔っていうメニューがあるんですけど、脂肪吸引とあとエースベッドのグッと引き上げを一緒に行うものですね、ダウンタイムすごく短いあの脂肪吸引になっておりますので、フェイスバンドもいらないですし、あ、そうなんですね、うん、ごめんなさい、ここの脂肪も取ったからといってボーンと腫れるってことはないので、もう基本的にはダウンタイムが大幅に増えちゃうってことは心配なさらないで施術受けてもらうことできますので、あ、そうですか、うん、じゃあやっちゃおうかな、やった方がかなり綺麗な輪郭になると思いますね、結構シュッとした輪郭がご希望ですか、そうですね、うん、はい、そしたらもう同時にフェイスラインとジョールファットの脂肪も取っちゃいましょう、じゃあやってみます、大丈夫ですか、はい、はい、はい、ぜひお任せください、うん、はい、じゃあ先生よろしくお願いします、あ、はい、頑張りますよろしくお願いします、頑張りましょう、はい、頑張ります、はい、ダイナチャンネル、さて、終わりました、お疲れ様でした、お疲れ様でした、
なんか傷口とかどう？もうね、うん、実はちょっとアップで撮ってもいい？どうぞ。で耳の横に、うん、今は切ってすぐだからちょっと赤くなってるけど、うん、これが白くなるとは言ってました、うんうん、あとは耳の下、うん、今絆創膏貼ってあるところ多分そこから脂肪を取ったのかな、うんうん、あとは少し内出血はあるけど、うん、もう思ったより全然ね、うん、透明だとそんなに分かんない、うん、いい感じ。なんかあっという間。あ、そう、うん、てか帰ってきた時が全然平気でびっくりね。すごい上がってるよね。うん、上がってる、うん、v、だって今さ口角何も上げてないんだよ。あ、そう、なんか普段だったらちょっと怒ってるのっていうぐらいの力を抜いてる感じ、うん、あ、そう、どうしよう、口角が上がっていい感じ、いい感じ、うん、いやー、なんか安心して受けることができました。あ、よかった、うん、なんかこのね、ダウンタイム終わった後が楽しみね。うん、なんかダウンタイムこれ、いや今でもないよね、うんうん、真正面から見たら全然普通、うん、横はどうしても脂肪を吸引したところが内出血しちゃってるけど、うん、ね、でも多分傷は髪で全然隠れるから、うんうん、正面から見たら全然全然だよね、うん、普通。すごいね、うん、え、なんか話しにくいとか口が開けにくいとかある？あ、全然。うん、じゃあご飯食べよう。いや、ご飯食べたいダイナチャンネル。おはようございます。今起きたてです。すごい、なんだろう、すごい引き上がってる。うん、若干やっぱりね、あれは若干はあるもののすごい引き上がってるし、口角上げてなくても見て、このV 字、うん、で、ここの脂肪吸引したところの傷跡はまだテープが貼られていて、切開したところ見えるかな、切開したところはやっぱり、うん、まだちゃんと傷があるんだけど、まあ、髪の毛こんな風に下ろしておけば全然カバーできる程度。うん、あとなんか内出血とかも特にそんなに、うん、全然ないね。脂肪吸引したらもっと内出血とかすごいするのかと思いきや全然ないし、で、痛み止めもね、ちゃんと飲んでるし、お薬も飲んでるので、このままちょっとまた様子を見たいと思います。はい嬉しい。ダイナチャンネル。はい。どうですか、その後の経過は。今日で何日目？はい、今日で3日目となります。どう？どう？うん。だいぶ上がったよね。いや、だいぶどころじゃないじゃない。うん。すごい引き上がってて、うん、で、昨日、おととい、1日目、2日目は、ちょっと痛みがあったから、うん、お薬を飲んで、うん、なんとかって感じで、3日目は全然もう痛くなくて。あ、そう。うん、なんか引っ張られた感じとかは、まあ、引き上げられてる感じはする、うん、あとその脂肪吸引したところは、うん、これでも一応ちょっとだけ、うん、なんか多分まだ張ってる、張ってる感じがあるから、うん、うん、だけど全然さ、うん、腫れてるようなんて見えないでしょ。見えない。脂肪吸引したところがこの辺になんかあるはず。この辺に、うん、全然わかんないでしょ。わかんない、うん、まあ多分ここ4センチ切ってる、切開してるから、うんうん、まだこんな感じ、うん、けど全然痛くなくて、うん、はい、3日目はこんな感じでした。いいんじゃない、はい。ダイナチャンネル。おはようございます。1週間が経ちました。どうでしょうか。なんかね、すごい気に入ってる。シュッとしてて、今ちょっと下からの煽り気味で撮影してるんですけど、煽り気味でも、うん、もたつきがないからすごく多分スッキリしてる。真正面からでもこんな感じ。うん。でね、触った感じが全然違くて、
なんだろう、いつもここにあったもたつきが全くなくてシュッとしてるのはい、すごい気に入ってる。でも若干まだこの辺脂肪吸引したところがちょっとこう触るとまだ響く感じなので、あと1週間もすればこの感じはなくなるんじゃないかなって感じ。うん。そして傷跡、まだね傷跡こんな感じ見えるかな、うん、まだ赤くなっていて、で内出血も、内出血の後ちょっと黄色くなってるのは若干黄色くはなっている。見えるかな、わかるかな、ちょっとわかりづらいかもしれない。なんだけどこれは全然気にならない。うん、はい、ちょっとアップで失礼いたしました。ダイナチャンネル、メイクしてみました。うん、どう、いいんじゃない、久しぶりのメイクですね。結構かっちり、かっちりっていうかがっつりフルメイクしてみたんだけど、うん、どうですか、綺麗になったこのツノを見て感想をどうぞはい、マイナス5歳、5歳肌噛んでます、はい、ちょっと小顔になったよね。小顔になったと思う、うん、やったー、やっぱ全然違うんだよね。うん、うん、そうだね。こうメイクしててもさ、例えば何、基礎化粧をつけている時とかもさ、うん、手で触るじゃん、うん、そしたらもう今までさタプンタプンだったお肉がさ、うん、どこにもないから、え、大丈夫って感じ、うん、ちっちゃすぎて、うんうん、大丈夫です今日これが、まあ、2週間ちょっと過ぎた今の現状で、まだねダウンタイム完全に終わってるわけじゃなくて、傷の治り具合っていうのはこんな感じ。うん、なんか傷の治り具合っていうのもやっぱり左右差はちょっと若干あるっていうのは聞いているのと、うん、あとは引きつり感もね、私の場合はちょっと、うんうん、引っ張られてる感じはあるよね。引っ張られてる感じはするんだけど、これもねなんか1ヶ月とか2ヶ月とか、うん、徐々に緩和してくるっていうふうに聞いているので、うんうん、この辺は心配してません。まあそれは個人差あるだろうしね。うん、そうなの。いつまでも若々しくいたいなって願う全ての方におすすめしたいです、うん、はい、本当はね夫さんにもおすすめしたかったんだけどね、夫さんはなんか出張とかさお仕事が忙しかったからさ、うん、今回できなかったけど、なのでお仕事が落ち着いて、うん、もし機会があったら、うん、夫さんもさめっちゃイケメンになるかもしれないよいやでも顔が細くなったりね、引き上がると印象全然変わるよね、うん、全然違う、本当に違う、うん、どう今回のやつと。あーなんかね今回切開をするっていうので、うん、ちょっと不安だったの最初、うん、で切開ってやっぱりさ傷が治りづらいとかさ、うんうん、あるよねそういう心配ね。心配はあるし、うん、で急遽今回脂肪吸引もやってもらうことになって、ちょっと前だと脂肪吸引も、うん、こう切開リフトっていうのもなんていうの、こういう終わった後にバンドをね、うん、1週間とか2週間とかして、うん、もう過ごさなきゃいけないっていうのがあったから、それが必要ないっていうのはすごいね驚きだった。あ確かにね、うん、よくねほら韓国とかでさ、うん、もうぐるぐる巻きになってさ、うん、病院で過ごすみたいな見たことある、うんうん、ああいうイメージだったから、うん、割とこう手軽に、うんうん、できるんだなっていうのはすごい印象が変わりました。うーん、はいはい、じゃあ今回受けた私の、A クリニックの A 式美肌たるみ切開と、ワンデー小顔脂肪吸引、気になる方は概要欄に、URL を貼っておきますので、そちらから飛んでみてください。三橋先生のインスタグラムなどの URL も載せておきますので、そちらから、まあ、私以外の他の方の症例写真なども見ることができると思いますので、気になる方はチェックをしてみてください。はい。では、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。動画へのグッドボタン、コメントなどを書いていただけると励みになります。チャンネル登録
していただいてない方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。インスタ、X、スレッズ、TikTok もやってますので、そちらもチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。したっけね。あ、揺れてるかも。なんか痛いな。手ぶれ手ぶれしたっけね。はい、ありがとうございました。どう？もうシャドウいらない。こういうね。あ、シャドウね。そのシャドウはいらないかも、うんうん、しかもなんかメイクもね、なんていうの、前みたいに工程がそんなに必要なくなったんだよね。うん、うん、勝手に陰影もできてるしさ、うん、すごい時短かなそれは、うんうん。まあ、メイク動画もちょっとこの後出していこうと思うので、そちらもチェックしてください。したっけねー。